上川法務大臣は婚姻届や離婚届の押印を廃止する方向で検討していることを明らかにしました現在は戸籍法で押印が必要とされていますが認め印を使ってもよいため法務省は法改正で押印を廃止しても問題ないと見ています一方実印が必要な一部の登記手続きなどは廃止は難しいとしています法務省は、 婚姻届などを含めて年間の処理件数が1万件を超える44種類のうち35種類の行政手続きについて押印を廃止する方向で検討しています。